岡村さんの発言について、そのダウンタウンじゃないや、ナインティナインのあの岡村さんがなんかその不況が来ると風俗に美人が来てうんぬんっていうので騒ぎになったっていうのなんですけど、僕そのツイッターでも書いたんですけども、そのあれ大した問題ではないと思うんですよね。でそもそもそのじゃあ風俗になんか美人がいるよねとかっていうのは下品ですよねっていうところはまあ当然そもそもじゃあ芸人に上品さを求めるなとか、その芸人が深夜にやるラジオを聞いて下品でやるとか言うんだったら、じゃあラジオを聞くなよっていう話なんですよ。でそのじゃあそこでじゃあ叩いてる人たちっていうのは、要はその貧困な状態になってる女性が風俗に来て、でそこで性的な搾取をするというのが良くないっていうあの論理のようなんですけども、そもそも貧困な人って風俗で働かなくてよくねって思うんですよね僕は。その要は風俗みたいな、性風俗みたいなところで働きたくもないけども働かなければいけない人っていうのは社会として存在してはいけませんっていうのがそもそも前提としてあるんですよ。でじゃあハローワークに、そのじゃあ生活保護くださいって役所に行くとハローワーク行けやとかになるんですけど、ハローワークには性風俗はないんですよ。なのでハローワークに行きました、仕事探しました、面接行きました、断られました、でそこでじゃあハローワークで仕事探しても仕事できませんでした、お金はありません、貯金もありません、生活保護くださいで終わりなんですよ。でもしくはその女性の場合であれば、なんか一時的にその生活が立ち行かなくなった場合にお金貸してくれる制度だったり、あと地域によっては女性センターみたいなところがあって、木の実木のままで行って止めてくださいっていうと1ヶ月ぐらい止めてくれて住所貸してくれるっていう場所があるんですよ。なんかね、女性センターはあるんだけど男性センターって聞いたことないんだよね。まあいいやっていう感じで、その女の人がじゃあ困ったっていう時って性風俗で働かなくても大丈夫な仕組みっていうのは日本にはいろいろあるんですよ。なんで木の実だな、まあいいや。でそのなのでその日本って別に性風俗で働かなくてもちゃんといろんなその福祉だったりっていうのがありますよ、いい国ですよっていう話にすべきなのに、その貧困な女性が風俗に行くっていうのがさも当たり前かのようにその話にしちゃってるのが僕間違ってると思うんですよね。そのそういうの良くないよねっていうのであれば、女性は貧困になったとしても風俗で働かせるべきじゃなくて生活保護を進めるべきとかっていう話にする方がいいと思ってるので、なのでその風俗にでまあじゃあ風俗で働く人がいますと。で風俗で働く人って基本的にお金欲しくて性風俗で働いてたり、性風俗そのものが好きな人だったりするんですよね。今日か、まあ、今日というか昨日アベマプライムという番組で僕毎週出演してベラベラ喋ってるんですけど、そこの共演者にさくらまなさんっていうAV 女優の方がいらっしゃるんですけど、で別にそのさくらまなさんって貧困で AV 女優やってるわけじゃなくて好きで AV 女優やってる人なんですよ。なので別にそれは好きで働いてるから知ったこっちゃないじゃないですか。別になんかその好きで働いて大金稼いでる人とそういう人にお金払いたい人のマッチングっていうのが風俗なので、でまあ風俗自体いかがなものかっていうのは僕もどちらかというとそのポジションなんですけど、世の中に風俗なくてもいいよねとは思うんですけど、ただ風俗で働いたい人もいて、その風俗にお金を払いたい人もいるんだから、それは誰にも傷つけてないじゃん、誰に迷惑かけてるわけでもないわけで。でそのなんか援助交際とか違法なことやるよりは普通に風俗店でやってくれた方がその違法性もないわけで、なので勝手にやってればっていう話だと思うんですよ。っていう話なんだけど、なんか知んないけど岡村さん悪いっていう人がちょこちょこ出てきて不思議だなと思ってます。